皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。長年にわたり、圧倒的な支持を集め続けてきた安室奈美恵さん。1997年に衝撃の授かり婚を発表し、出産、離婚を経て歌い続けましたが、2018年9月16日をもって引退しました。2017年に出場した最後の紅白出場も話題となりました。実は過去に安室奈美恵さんは歩きタバコ姿がスクープされました。事務所独立にまつわる泥沼騒動の報道もあって、イメージダウンの危機が言われていました。安室奈美恵さんがタバコを吸うのは一部ではよく知られていたことで、過去に何度かスクープもされています。2000年頃から吸っていたのではないかとも言われています。途中、息子さんの出産などで禁煙した時期もあったようですが、またこうして報じられたことにショックを受けているファンも少なからずいたようです。事務所問題に絡んで不倫疑惑までセットになっているため、余計にイメージが良くなかったようです。ちなみに、この報道で安室奈美恵さんが吸っているタバコの銘柄が話題になっていました。確定できるほどの明確な情報はありませんが、アカラークやクールなどが噂されています。根拠は長年吸っているから結構重めのものを吸っているはずという曖昧な理由です。また手に持っているタバコとついている火が大きいことから、電子タバコではないかという声もあったようです。もしタバコを吸っているのなら、歩きタバコは今の時代イメージもあまり良くないですし、喉や自身の健康にも良いとは言えないでしょう。安室奈美恵さんが2017年に衝撃の引退表明をされました。理由はいろいろささやかれていました。完璧主義者ですから、歌やダンスが自分の求めるレベルでパフォーマンスを発揮できなくなったからでしょうか。タバコが心肺機能に与える影響は大きいです。ハイレベルなパフォーマンスには決していいものとは言えません。もしかしたら長年の喫煙も体力に影響を与えてしまっているのかもしれません。当時悲しんでいるファンは多かったようですが、本人はやりきった感があるのだと述べていました。これから引退後は心置きなくタバコを吸ってゆっくりできるでしょう。安室奈美恵さんが人気絶頂の1997年、TRF のサムさんとの授かり婚を発表し、世間を驚かせました。当時は若い女性からカリスマ的な人気を誇り、安室奈美恵さんのファッションスタイルを真似るアムラーと呼ばれる女性たちが社会現象にまでなるほどでした。出来婚自体、今ほど一般的ではなかったために余計に世間を驚かせ、またこの頃から世間の空気も出来婚に寛容になっていったようにも感じます。翌1998年にはマナ息子のハルト君が誕生しましたが、2002年に時間的なすれ違いもあってサムさんと離婚します。2005年には調停で安室奈美恵さんが完全に親権を持つようになりました。18時以降や土日には仕事は入れないなど、とにかく母親として息子のことを優先にする生活を送り、息子のために歌うなどと大きな愛情を持って子育てを行ってきていたようです。小さな頃は都内のインターナショナルスクールに通わせていたといいます。中学からは千葉県木更津市にある行政国際学園に通っていたようです。この学校は山の中にポツンとあるような立地とも言われ、高校生の時には寮で生活していたとも言われています。どこの家庭でも子供が一定の年齢になるまで母親と一緒に入るのはごく普通のことです。安室奈美恵さんと息子さんも当然そうでした。小学生の頃まで一緒にお風呂に入っていたそうです。前述の通り、10代にしてアムラーブームという社会現象を巻き起こし、長年にわたり日本を代表するスターとして活躍してきた安室奈美恵さん。そんな安室奈美恵さんは2018年に芸能界を引退しましたが、その後の生活について気になる方も多いはずです。安室奈美恵さんの現在の収入について詳細な金額は報道されていません。しかし安室奈美恵さんの引退後の現在の年収は約1億円ではないかと言われています。一般的に考えると超高年収に思えますが、安室奈美恵さんほどのビッグアーティストが稼ぐ額としては思ったより低いと思う方も多いかもしれません。アーティストの中には印税だけで数億以上稼いだと語っている方もいます。ここからは安室奈美恵さんの引退後の収入源や引退後の年収があまり高くない理由について考察します。
安室奈美恵さんの引退後の収入源の一つがストリーミング配信による歌唱印税です。音楽のサブスク配信です。サブスクだと1再生につき 0.15 円が事務所に入ると言われています。しかし安室奈美恵さんは歌い手であり作詞や作曲をしていないため、そのうち安室奈美恵さんに入るのはごくわずかとなります。一曲大ヒット曲があるだけで印税の額がものすごいという話は、主にシンガーソングライターの方に当てはまる場合が多いでしょう。また安室奈美恵さんは2015年にデビュー当時から所属していた事務所から独立していますが、独立以前の楽曲の原版権は前の事務所にあります。したがって安室奈美恵さんに入ってくる原版権による収入はほとんどない可能性が高いでしょう。引退直前に発売されたベストアルバムは独立後楽曲を再収録して発売されたため、過去の音源より収入が高くなっている可能性はあります。また安室奈美恵さんは2023年11月16日をもって自身のサブスク楽曲をすべて削除しています。安室奈美恵さんご自身の意向か事務所の意向かは定かではありませんが、これによりサブスクからの収入もなくなります。安室奈美恵さんは自身の公式 YouTube でミュージックビデオのショートバージョンを公開していました。 YouTube は1再生につき平均 0.3、0.4 円が事務所に入ると言われています。歌唱音源や歌唱映像を使う場合、アーティストに歌唱印税を払う必要があるため、本来そのうちいくらかが安室奈美恵さんに支払われます。しかし安室奈美恵さんの公式 YouTube に関しては広告などはつけられていなかったようです。動画の公開が DVD 購入などにつながった可能性はありますが、動画自体からの収益はほとんどなかった可能性が高いでしょう。現在は公式 YouTube チャンネルを閉鎖しました。なおこちらの公式 YouTube チャンネルもサブスクが削除された2023年11月16日に閉鎖されました。この公式 YouTube チャンネルは当初安室奈美恵さんの引退と同時に閉鎖される予定だったそうです。したがってもともとファンへの好意で公開期間を延ばしてくれていたということかもしれません。安室奈美恵さんの引退後の収入源の一つが CD が1枚売れるごとに発生する歌唱印税です。 CD の印税は約 6% ですが、そのうちほとんどは作詞家、作曲家、出版レーベルのもとに入ります。安室奈美恵さんは作詞作曲はしておらず、入ってくるのは歌唱印税のみです。その場合の印税の割合は約 1% と言われています。なお CD の印税は新品の CD が売れた場合のみで、中古 CD 店などに売られている中古 CD が売れた場合は発生しません。安室奈美恵さんのサブスク削除を受けて新たに CD 音源を買おうという動きもあるかもしれません。安室奈美恵さんのライブ DVD やブルーレイが売れた場合にも歌唱印税が発生します。安室奈美恵さんのライブパフォーマンスはクオリティが高いと言われており、現役時代からライブ DVD の売り上げは好調でした。現在も安室奈美恵さんの引退ライブなどの売り上げがコンスタントに発生している可能性はあるでしょう。アーティストの楽曲がカラオケで歌われた場合、1曲あたり約5円の印税が入ってくると言われています。安室奈美恵さんには Can You Celebrate や Baby Don't Cry、 Hero など数々のヒット曲があります。また安室奈美恵さんの全盛期はカラオケ人気の全盛期でもあり、当時のファンが今でも彼女の曲を歌うことは多そうです。しかし安室奈美恵さんは作詞作曲をほとんどしていないため、この場合の印税も入ってくる額はごくわずかです。やはり作詞作曲をしているかどうかというのは印税という部分ではかなり重要のようです。安室奈美恵さんは2001年から2005年にかけて作詞を一部手掛けています。彼女が作詞を手掛けた曲は全7曲、 Say the word、I will はシングルカットされていますが、その他の楽曲はシングルのカップリング曲またはアルバム曲となっています。そのため彼女の王道のヒット曲と比べるとカラオケで歌われる回数は少なくなる可能性があります。また小室プロデュースを離れてからの安室奈美恵さんは王道の J ポップから R&B やヒップホップに路線を変更しました。歌う楽曲から聴く楽曲へと変化し、カラオケで歌うにはやや難しい曲が増えました。ただ
安室奈美恵さんの難しい楽曲をかっこよく歌いこなせればかなり達成感がありそうです。サブスク楽曲は削除されてしまいましたが、ファンとしてはカラオケ配信はなくさないでほしいと感じるでしょう。音楽使用料はカラオケの他にも音楽番組などのテレビや有線、飲食店などで使われる際にも入ってきます。安室奈美恵さんは数々のヒット曲を持っており、 CD の総売上枚数も多いため、引退後もメディアで取り上げられることもしばしばあります。印税のほとんどは作詞作曲家に入る形となりますが、こういった音楽使用料も安室奈美恵さんの収入の一部になっています。安室奈美恵さんの総資産額は約30億円と言われています。一説には約30億円50億円という説もあります。膨大な額です。引退後全く働かなかったとしても悠々自適に生活できるほどです。安室奈美恵さんは超人気アーティストだった割には作詞作曲等の印税がないため、年収が1億ほどとやや低め、しかし総資産がしっかりあることから引退後の生活においてお金に困る可能性は低いでしょう。また現役時代からご飯にのり玉は欠かせないと語るほど贅沢より質素な生活が垣間見えていた安室奈美恵さん、年収が高かったことはもちろん、そういった金銭感覚もあり十分な貯蓄をすることができていたのかもしれません。また引退後に京都に約2億円のマンションを購入したことでも話題となった安室奈美恵さん、これは税金対策ではないかという声も上がっています。お金にしっかりしている安室奈美恵さんですから、株や投資などで資産形成をしている可能性もあります。安室奈美恵さんは過去に女性セブンに報じられた不倫に関する男女関係の記事とその男性により洗脳された挙句に、事務所と揉めて移籍した記事が小学館側から間違っていたと謝罪の文が公表され話題となったことがあります。引退する最後の時期に謝ってくれて嬉しいファンもいれば、今更かよと怒りを抑えきれないファンもいたようです。当時安室奈美恵さん側からは何も発言はありませんでした。しかし冷静に考えるととんでもない誤報でした。安室奈美恵さんの不倫や洗脳、遺跡の記事が女性セブンから出たのは2014年の8月28日と9月4日でした。4年も前の記事を今になって間違っていたと気づいた過程が気になります。あれから一体安室奈美恵さんの何を知って違うと思ったのでしょうか。同誌編集長からの謝罪文を公式サイトに掲載しました。本誌2014年8月28日号および2014年9月4日号において安室奈美恵氏の男女関係や洗脳、事務所からの独立、シンガポール公演の中止等に関する記事等を掲載いたしましたが、これらの記事は事実に反していましたので、これを取り消しますとしました。続けて安室奈美恵氏にご迷惑をおかけしたことを謹んでお詫び申し上げますと謝罪の意を示していました。しっかりと謝罪されているということで、反省もされているので許せるファンは許せるそうです。それよりも気になるのは、全然違う記事が書かれていながらも違いますと反撃しなかった安室奈美恵さんのことです。もはや週刊誌のことは一切無視して活動していたと思われます。ただ大きくなった子供がいる身として、不倫という表現は最悪のはずです。安室奈美恵さんの引退の決意の裏には、こういう私生活に影響を与えそうな境遇もあったのではないかと推察されます。ちなみに女性セブンが書いた安室奈美恵さんの男女関係と洗脳の記事は強烈でした。2014年の5月に独立宣言し、新しい事務所ステラ88を立ち上げた背景に、イベントプロデュース会社社長の西重弘氏がいたというのです。安室奈美恵さんが3年前に西重弘氏と同じマンションに子供と共に引っ越し、西重弘さんの家族が困惑するような形で不倫を続けていたとしているのです。過去に X のトシさんを洗脳した某宗教団体の方とその西重弘さんが友人であると報じ、さらには安室奈美恵さんにも洗脳の手が届いていると書いていたのです。15歳の長男は寮生活で、安室奈美恵さんは一人暮らしでした。息子よりも西重弘さんとの生活を優先している、そのような内容の記事でした。ところで安室奈美恵さんは2018年9月にタッキー&翼で活躍していた今井翼さんと熱愛報道がなされました。そりゃ
元彼との同時引退のことでしょ。5年ほど前に安室はタッキー翼の今井翼と付き合っていたんです。共通の知人だった外国人ダンサーを通じて知り合い、交際に発展したそうですよと関係者は語ります。今井翼さんといえば、旧ジャニーズ事務所の退所を前後して発表していました。ある週刊誌は今井の母親や安室の親族に取材をしたそうです。また今井の自宅マンションから出てくる安室の写真を撮った媒体もあったそうですよ。大阪のローカル番組で女性指揮者が次に結婚する大物カップルということで名前は出さないまでも、今井と安室のことを匂わせたんです。それでジャニーズファンがざわついたこともありましたとワイドショー関係者は語ります。安室奈美恵さんと今井翼さんの熱愛スクープが出る数年前から交際していたようで、安室奈美恵さんと今井翼さんの引退時期がかぶったことで、安室奈美恵さんの妊娠疑惑や結婚するのではと言われていたそうです。今井が事務所幹部に彼女との交際と結婚を相談に行ったという話は漏れ聞こえていました。実際に深夜に西麻布をデートしている姿を目撃したという業界人もいましたよとスポーツ紙記者は述べます。しかし今井翼さんのジャニーズという厳しい事務所によってもみ消されてしまったという噂もあったようで、現在は破局したとも言われています。一方で実はまだ交際が続いているとの噂があります。熱愛報道があった安室奈美恵さんと今井翼さんですが、安室奈美恵さんの妊娠疑惑はどうやら今井翼さんが結婚の障害と言われていたジャニーズ事務所の退所と安室奈美恵さんの引退発表の時期がかぶったことにより、より噂が大きくなっていったようです。安室奈美恵さんが2024年現在も再婚および妊娠したという確定情報はありません。いかがだったでしょうか。今回は安室奈美恵さんの引退後を中心に見てきました。作詞作曲をしておらず、著作権印税がないため印税による収入はそれほど高くないことが分かった安室奈美恵さん。しかし総資産が約30億円あると言われており、もともと贅沢をするタイプでもないため引退後もゆったりと生活できる可能性が高いでしょう。デビューしてから約25年にわたり走り続けてきた彼女ですから、引退後は自由にのんびりと生活したいとの意向があるようです。また今後は裏方で別名義のプロデューサーとして活動している可能性もあるのではないかと見られています。安室奈美恵さんは一度決めたことはなかなか曲げないと思われるので、表舞台に立ち歌手としての復帰はないかもしれません。しかし歌姫として活躍されていた安室奈美恵さんが裏方でプロデューサーとして活躍しているとなれば、なかなか胸が熱くなります。今後も動向や変化に注目していきたいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。